仙台市道路愛称名は、宮城県仙台市において、国道、宮城県道、仙台市道の正式名称とは別に、市が認定した道路の愛称である。本校では、仙台市における道路愛称の講師である、河北信奉者の公募によるものも含める。ある程度一体的とみなせる道路区間に対し愛称が付けられているため、県道、市道の各々おの全線の場合もあれば、国道、 県道、市道のおの一部区間をつないでいる場合もある。1945年7月10日の仙台空襲で焼け野原となった仙台市は、戦後占領期の1946年5月には、中心市街地等において、戦災復興土地区画整理事業の区域を決定し、1947年2月より、施行した。この事業では、既存道路の大幅な拡幅なかに、 幹線道路の新設も行われ、後の仙台市都心部における、骨格道路網を形成することになる。1947年、河北新報社が、宮城県や仙台市の講演を受けて、新設幹線道路である元寺工事川内線及び、仙台駅川内線の愛称を公募した。この結果、広瀬2及び、青葉2が最多数を得て、それぞれの愛称として決まった。 1982年6月23日の東北新幹線開業に合わせ、仙台市も1981年度から1982年度にかけて道路愛称命名事業を実施し、市民からの応募の中から有識者、報道機関、市民代表によって15路線の愛称を選定した。1989年4月1日に政令指定都市に移行した仙台市は、 1996年1月1日施行の仙台市道路愛称命名事業実施要項により道路愛称の選考の場を市から各区に移した。これにより要望に基づいて区長が地元住民を含む選考委員会などで協議し市長が最終判断するという命名過程が定型化したため対象路線の範囲が郊外にも拡大し任意の時期に追加されていくこととなった。 広瀬通、青葉通以外の命名された愛称名は1982年により正式に仙台市の道路愛称名として使用されているが、それ以前からも市民によって幅広く呼ばれたものがほとんどである。しかし、万水通りは以前は細横町と呼ばれ、あたご上杉通りも各々上杉山通、東、五番町、清水工事と呼ばれていた道をつないで作った通りで、 あるなど、この事業によって、古くから市民に呼ばれていたものとは異なる愛称になったものも存在する。1982年以前に命名された道路には、通に送り仮名はないが、1996年以降に命名された道路には、送り仮名の、理がつく。ありがとうございます。